もこんにちは、メグです。今日は息子たちの子供部屋のおもちゃ収納を紹介したいと思います。以前にも、動画で息子たちのお部屋は紹介して、その時にさらっと収納の方も紹介したんですけれども、リクエストで、子供部屋収納を見たい、あと子供のおもちゃも見てみたいという声をいただいたので、そちらを紹介したいと思います。以前子供部屋を紹介した時からおもちゃもちょこちょこ増えて収納も変えたので紹介したいと思います。ちょっと後ろの方で子供たちの声とかが響いてたりとかするかもしれないんですけど、すいません。子供部屋の収納に困っている方の何かヒントになるようなことがあればいいかなと思います。あと私なりに綺麗を維持するためにやっていることなんかも一緒に紹介できたらいいかなと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それではスタート。まずざっと子供たちの部屋を紹介したいと思います。以前にも紹介しているので、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。上にライトで窓が2つあって、こっちも窓が2つあります。こっち側はこんな感じで、でこっちにクローゼットが2つありますね。片方のクローゼットは今は開いています。あ、ちょっと収納用品が入ってるかな。今ここのクローゼットは結構ガラ空き状態で、上に IKEA のボックスを置いて、そのボックスの中にシーズンオフの洋服なんかが入っています。ここには100均のフック、このフックはダイソーで購入したものになります。長いタイプとちょこっと短いタイプがあります。ちょっと見えづらいかな、過去の動画でも紹介しています。このネットは確かキャンドゥで買ったものなんですけど、今は入ってないんですけど、ボールとかちょっとちっちゃめのぬいぐるみなんかだったら収納できるかなと思います。まずはこちらから紹介していきたいと思います。下にはアンパンマンの掃除機がそのまんま置いています。これまあまあ大きさがあるので収納に困っていて、とりあえずここに入れています。でこのカゴは IKEA で購入したカゴになります。上にも同じカゴがあります。このカゴの中は本当にこれは何でも入れていいボックス、100均で購入したものだったりとか、ちっちゃいぬいぐるみだったりとか、まあ、いらないでしょと思いながらも息子たちが大切にしているようなおもちゃだったりとか、まあ、こまごましたものをここに入れています。いっぱいになってきたらちょこっと見直したりもします。でここの横に置いてあるのが長男が遊ぶメダルですね。こんなようなメダル、ゲーセンで遊ぶメダルです。キャンドゥで買ったと思います。もしかしたらセリアとかにもあるかもしれません。ちょっと量が多くなってきたので、ファイル型のケースにメダルを収納して、もうちょっと使いやすく見やすく収納しようかなと思っています。今もうほぼ満タンの状態です。でこちらはセリアの粘土ケース、ダイソーにも似たようなものがありますね。これはもうそのまま粘土を入れるケースに使っています。粘土は今入ってないんで空っぽです。それからこちらの横、このフックは無印だったかな、まあ、100均にもこういうフックありますよね。 S 字フックをかけてパズルを収納しています。ダイソーにもセリアにもどこにでもあるようなケースですね。このフックは付いてなかったので、後付けでこういうようなフックをつけてかけています。パズルを収納するのは、まあ真っ白で中が見えないのもスッキリするとは思うんですけれども、若干透けていた方がパッと見でもうラベルとかしなくても子供が何が入ってるかわかるので、こういうケースは透けてた方が使いやすいかなと思います。最近ね、新旧祝いかな、保育園でもらったパズルが、こう2つ増えてたんで、100均に行って買いに行きたいなと思いながらも、コロナの自粛があるんでなかなか外にね出れないからまだ入れてないパズルがあります。でそれから上の段を紹介します。この中を紹介したいと思います。このケースは無印とか100均にもあったかな、ちょっとどこで買ったか曖昧なんですけれど、仕切りがあるケースにペンとかハサミとか消しゴムとか、あとこういう定規とかが入っています。あとは筆箱だったりとか、セリアのケースに粘土遊びで使うヘラだったりが入っています。箱動画ではこういうペンとかハサミとか
無印の、ケースに入れてたんですけれども、ちょっとね子供たちに使いづらいかなと思って、この簡単に取り出せるタイプの収納に変えました。でここにはクレヨン、クレヨンも前はケースにちゃんとしまってたんですけれども、ちょっと3歳の次男が戻さずにケースを破っちゃったりだとか、ちょっと使いづらそうだったので、セリアのケースにとりあえず入れています。あとペンや折り紙、ちょっと折り紙ケースボロボロになってきちゃったな、これも100均で購入したものになります。あとカルタ、これカルタって書いてますね。このケースもセリアで購入したものになります。ここにカルタを入れています。まあいちいちねこういうケースに入れ替えなくてもよかったんですけど、ちょうど余っていたので入れ替えました。あと横は塗り絵やノートや粘土板が横に置いてあります。次、横のレゴのケース、このレゴ型のケースは楽天で購入しました。この中にはもうそのままレゴが入っています。黒いケースの方は大きめのレゴで、白いケースの方は小さめのレゴが入っています。でこういう組み立てる系っていうのかな、これは IKEA の袋に入れています。で次はこちらの中を紹介します。これは IKEA で購入したキャビネットになります。で上に今アンパンマンのパン屋さんがそのまま置いてありますね。これだけまだちょっとしまうとこが決まってなくて置きっぱなしになっています。なんか結構これ大きいんですよね。次男のお気に入りでほぼ毎日遊んでいるアンパンマンのパン屋さんです。このキャビネットは鍵付きになっていて、開けるとこんな感じになっています。収納ケースはニトリのファイルボックスと、あとこっちの奥のやつは無印のやつになります。本当は中身が見えた方が分かりやすいんですけど、たまたまニトリのケースが余っていたのでこちらで使いました。ラベリングはおもちゃの写真を撮ったラベリングとかを前はしてたんですけれども、だいぶ子供たちも片付けができるようになってきたので、とりあえずやめて、今はアイス屋さんだったらアイスの絵文字をつけたりとか、ピザ屋だったらピザの絵文字をつけて中に入っているものが分かるように使用してあります。この中のおもちゃも紹介したいと思います。ここはねほとんどねアンパンマンのおもちゃが入ってますね。これだったらピザ屋さん、アンパンマンのピザ屋さんのおもちゃが入っています。ちょっと細々したものはダイソーかどっかで書いたケースにこんな感じに入れています。でアイス屋さん、これもアンパンマンのアイス屋さんが入っています。続いて工具、ちょっとイケアの工具も混じっちゃってるんですけど、アンパンマンのなんだろうこれ、工具屋さんって言わないな、こんな感じでドライバーとかネジとかのおもちゃが入っています。で次は歯磨きの絵と、牛乳飲み物の絵が書いてあります。中はアンパンマンの自販機とバイキンマンのこの歯ブラシでこうやるおもちゃ、なんだろうこういうのが入っています。この絵文字を決める時も子どもたちと一緒にこれだったらわかるかなって相談して、この絵文字に決めて貼りました。コンビニ、コンビニはおにぎりのマークがいいって言われたのでおにぎりマークにしました。中にはアンパンマンのコンビニ屋さんが入っています。隣はコンビニで使う、おもちゃのお金だったりとか商品やレジ袋なんかがこの中にざっくり入っています。上の段にはアンパンマンのお絵かきだったりとか、あとこういう数字の積み木っていうのかな、なんだろうこういうおもちゃが入っています。これは海外アプリっていうのかな、で輸入して買ったものになります。楽天にも同じものは売られてました。あのハウス型の袋の中にはクッションが入っています。車のおもちゃは長男のクリスマスプレゼントで去年買ったものになります。それからこちら側を紹介したいと思います。このおままごとのキッチンは楽天のロー屋さんというショップで購入したものになります。隣はIKEA のトロファストという家具になります。ここのキッチンの扉を開けたいと思います。中にはカインズのスキットというケースを使っておままごとで使うご飯とかそういうのが入っています。ケースも余ってたのでこちらを使っています。このケースは前がこうくぼんでて中身が取りやすいです。全部ケースを出さなくても使えるので
おすすめです。でこっち側、まあ、こっちはあんまり入ってないんですけど、食器とかまな板が入っています。続いてこちらの収納を紹介します。上にはトミカのおもちゃがそのまま出しっぱなしになっています。しまっちゃうと結構組み立てが大変なので、ママ組み立ててって呼ばれたりとか結構大変なので、もう組み立てたまま置いてあります。しまうにしても結構場所を取ってしまうのでね。でトミカで遊ぶ車はここ、まあ、トミカじゃない車も入っちゃってるんですけれども、ここに置いてあると使ったらすぐにしまえるし、取り出すのも簡単なのでここの場所を使っています。真ん中は戦いで使うおもちゃですね。銃とか盾とかが入っています。奥は戦隊もののルパレンジャーとかのおもちゃが入っています。下の黒いケースの中はビルド、戦隊ものですね。ベルトとか、まあ、ベルトに使うおもちゃをもうそのままポイポイ投げ入れて収納しています。真ん中も戦隊もののおもちゃ、こちらは人形系ですね。お人形さんを入れて収納しています。もうここも戦隊ものですね。これなんだったっけな、ビルドじゃなくてジオか、ジオのおもちゃが入っています。もうベルト系のおもちゃはほぼ毎日使うスタメンですね。これで全部子供たちのおもちゃを紹介しました。こんな感じで子供たちのおもちゃ収納の紹介を終わりたいと思います。少しでも参考になるようなことがあったら嬉しいなと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またねー。